皆さん、こんにちは。2025年大阪・関西万博の運営をめぐり、吉村洋文大阪府知事は4月22日、赤字が生じた場合に府や大阪市が穴埋めする可能性を否定した。府市による負担を提案した橋下徹元知事の発言に対し、そういう考え方もあるが、僕は違う。万博は国家事業だと強調した。府庁で記者団の取材に答えた。開幕が近くなれば国、府市、経済界で方向性を議論するとも説明した。橋本氏は21日、自身の X、旧ツイッターで、府市が赤字を負担する代わりに、黒字や決定権も渡すべきだと主張。見解を問われた吉村氏は、府市が補填すべきではないと述べ、機運醸成や前売りチケットの販売に注力するとした。開催まであと1年を切った大阪・関西万博。しかし、会場建設費や運営費が増えたり、万博の花と呼ばれる海外パビリオンの建設が遅れるなど、課題は山積みです。そんな中、万博を推進する立場である大阪府の吉村洋文知事の発言に注目が集まっています。批判につながる発言もある中、府政関係者が語った見立てとは、大阪市役所の正面玄関前に置かれている万博の公式キャラクター、ミャクミャクのモニュメント、去年11月に設置され、幅約 3.3M、高さ約 2M、623万円余りの予算がかけられています。そのミャクミャク像に3月13日の朝、何かでえぐられたような大きな傷がついているのが見つかりました。大阪市は故意に傷つけられたとみて、すぐに警察に対し器物損壊の疑いで被害届を提出。そして、吉村知事はこの日このように発言しました。大阪府吉村洋文知事、万博に対して反対の意見というのがあったとしても、こういった暴力行為、犯罪行為はぜひ控えていただきたいと思います。これに対し、記者からまだ反対している人がやったかどうか分かっていないのでは？大阪府吉村洋文知事、公共物において、ああやってすごく強い意志がないとなかなかあそこまでの傷をつける行為っていうのはできないと思います。もちろんどういった方がやったかはわからないけども、普通に考えたらミャクミャクっていう万博の象徴ですから、万博に対してよく思ってないという意図があった可能性が高いですよね。どういった方が犯人かはわかりませんけど、そういったことはやめてもらいたいと思います。万博に対して反対の意見があったとしても、と、犯行を反対派だと決めつけるかのような発言をし、直後に、どういった方が犯人かはわかりませんけど、と、予防線を張った吉村知事。では、警察による捜査の結果はどうだったのか。約1ヶ月後の4月19日、警察は大阪寝屋川市の男性を器物損壊の疑いで書類送検しました。男性はミャクミャクのモニュメントを近くにあった立看橋で複数回叩いて傷をつけた疑いが持たれています。そして警察の調べに対し、次のような趣旨の話をしたということです。書類送検された男性、警察の調べに対し、傷つけたことは間違いない。当時酒を飲んで終電を逃してイライラしていた。少なくとも直接の犯行動機に万博に反対していたかどうかは関係なかったことが明らかとなったのです。この結果に吉村知事は、僕自身がもちろんその可能性もあるけれども、酔っ払いの可能性もあるし、どういう可能性か断定はできないけれども、どんな理由があってもこれは犯罪はダメだというのが申し上げたところです。ですので、断定したものでもないし、その可能性すら触れるなというのは、僕はちょっと違うんじゃないかなと思ってます。物議を醸した発言は他にも、4月21日、民放のテレビ番組でコメンテーターの弁護士橋下徹氏から万博の運営費で赤字が出たとしても府や市の貯金、財政調整基金から補填する考えについて問われた吉村知事は、3兆円の経済効果と大阪に対する経済効果ってことを考えたときに、もう吉村さん、このお金、財政調整基金、使ったらいいじゃないですか。最後は、そう。だからもし、1160億円の予算がかかると、経済界は700万枚買うというふうに言ってますから、もうそれで500億円ぐらい確保できてるんですね。なのでそう考えると、もし赤字が出た場合には、橋本さんがおっしゃる通り、大阪府市で負担するという考え方はあると思います。でも、その時は黒字も大阪府市が全部もらいますよ。でも、それがいいんですかというと、僕はそうじゃないと思うんですよ。吉村知事は、万博は国家プロジェクトであって、大阪府や市が赤字を負担するのは筋が違う、と否定したものの、一言、そうと応じた吉村知事の発言は、橋本氏の考えに少子同調したようにも取れます。翌日、記者からこの発言の真意を問われた吉村知事は、番組内で明確に否定しているとした上で、僕自身が思うのは、やはり赤字が出た場合にどうするのか、また黒字が出た場合にどうするのか、そういったことについて一定の時期が来ればきちんと議論して、方向性を定めるべきだと思います。それは国、大阪府市、経済界、この3社が責任を持って進めてるわけですから、ここで僕は一定の時期、万博開幕までの適切な時期に僕は一定協議をするべきだろうというふうに思っています。チケット収入によって賄われる万博の運営費。協会の中に質の部分を管理するポジションを置いたり、国で執行状況をチェックする機関を設けたりするなど、運営費の支出が増えないように監視しているとしつつ、入りの部分、チケット収入を増やすべく機運醸成に取り組む、との考えを示しました。一連の吉村知事の発言を、府の幹部はどのように受け止めているのでしょうか。まずは、脈々が損壊された事件について。府幹部、あれは決めつけ。はじめ話を聞いたとき、どう考えても、酔っ払いやろ。と思った。サラリーマンが無性にイライラして、酒飲んで発散したいみたいな、ああいう気持ちが知事はあんまり理解できへんのやと思う。また、万博運営費の赤字負担について言及した点については、府幹部ちょっと橋本さんの発言を肯定した部分があったでしょう。あれでは、その後に否定しても伝わらんって。赤字の話は言及するのは早すぎる。今やらなあかんことは、どうやって入場券収入を稼ぐかということ。1400万枚は前売りで稼がなあかんのやろ?うち700万枚は経済界が買ってくれた分で、じゃあ残り700万枚どうやって買ってもらうのか。今の状況で700万枚も買ってくれると思うか?そこを改善するようなやり方を考えんと。こうした一連の明言の背景は、疲れと協会の発信不足だと指摘しました。府幹部、完全に疲れが出てる。まあ本人まとにも、ここまで万博の批判がずっと続くと思ってえんかったと思う。知事が協会内でついている理事副会長職は、協会のやったことの承認をする立場やから、細かいことまで彼はわからんのよ。それが何度も囲みの場で叩かれて、吉村知事の万博みたいになってしまう。例えば、愛知万博やったら、トヨタの奥田博志会長、当時、が愛知の威信をかけて取り組みはった。70年万博は、石坂さんという当時の経団連の会長が、万博成功に向けて頑張った。そやけど、今回の会長はお飾りになってしまってて、事務総長の石毛さんは根っからの役人。今回の万博はほんまに顔がない。石毛さんも知事くらい毎日囲みやったらいい。ほんで、今日の進捗状況はこうです。新しい話はこうですってやった方がいい。さらに、今後起こるであろう懸念を口にしました。懸念しているのは、チケットの買い方があまりにも複雑すぎること。秋ぐらいに来場予約とかできるようになって、その頃になったら海外パビリオンとかも展示内容を言うようになってきて、そしたら万博行ってみようかなって思う人も出てくるかもしれへん。そんな人があんな複雑なチケットの買い方やられたら、どうせテレビでやるからええかって思われる。課題ばかりの万博。世間を盛り上げながら、果たして無事に開幕を迎えられるのでしょうか。大阪府知事で日本維新の会の吉村博文共同代表が7日、府庁での囲み会見で、元歌手で同党の中条きよし参院議員が、知人に年利 60% での違法な高金利で1000万円を貸し付けたとの週刊誌報道について、できるだけ丁寧に、しかし速やかに事実関係の確認をして、党としてあるいはご本人から発表ということになると思うと述べた。藤田文武幹事長が中条氏から事実関係の調査を行っているとして、一定の事実が明らかになった段階で、発表されるということになると思います。今の段階で週刊誌にある金利がどうとかいう事実は確認されていないとした。吉村氏は、僕自身は藤田幹事長が直ちに事実関係の調査に入りますという報告を受けている。まだ事実が固まっていない状態。金利のところについて週刊誌で報道されているんですけど、本当にそうなのか。そこは丁寧にした方がいいと藤田幹事長から聞いていると説明した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。